チェコスロバキア、コバリコーバ、ノボトニーの2人です。トリプルトーループです、はい、そしてスローイングジャンプ、綺麗なトリプルトーループですね。スローイングトリプルサルコ、ちょっと回転がありすぎましたね。はい、リフト、失敗。完全に逆さま。逆の回転で飛んだジャンプです。ラストリフト、今年はモーツァルトの年、没後200年、演じ切りましたコバリコーバ、ノボトニーのこの2人。
五十嵐さん、女性の表情が途中のスローパートですが非常に少しこうカッと明るく輝いて見えたんですけれども、全体としてはいかがでしたか。そうですね、練習の時から比べましてやはり全体的にスピードがなかったですね、うん、それとあとスローパートでちょっとミスが続いたということで、ありましたね、非常に目立ってしまうわけですね、うん、そういったところで、緊張したんじゃないかと思います、これはトリプルトーループで、これは綺麗に決まってますね。前半のソロジャンプでしたね。小針工場横の2組の得点、テクニカルメリット 5.4、 5.6、 5.4、 5.5、 5.6、5.5、 5.3、 5.5、 5.5。 テクニカルメリットはかなり高い得点も出ております。男性のボトニーはカルガリーオリンピックの時には15位でしたが、ペア相手が変わっております。16歳の小針コーバ、28歳のノボトニー。なかなか五十嵐さん、アーティスティックインプレッションの得点を見てみますと、こちらも5点台の中ほど。そうですね、非常に難しい構成で優雅に見せたという価値のあるプログラムだったと思います。